さあシンガポールマレーシア編が終わりということで、さあ私今インドのニューデリーにいます。観光をしようと思い、このねインドニューデリー近くのね、世界遺産のちょっと観光スポットを回ってきたんですけども、まず最初はですねタージマハルを回ってきました。私そして今ここにいるのが、アグラ城、こちらも世界遺産ということで、今回の動画はですねインドニューデリー周辺で食べられる激辛料理3つをですね、3本の動画をギュッと1つにまとめて送り届きたいかなと思います。本日のお店がこちらです。ドン、アンダードックスということで、ね、アンダードックス、はい、こちらはね、デリー国際空港からもうほど近いところにあるんですけれども、見てください、本当に、ね、綺麗です。今の僕の服装にぴったりのお店ではないでしょうか。早速ちょっと中に入っていきましょう。はい、いろいろなお酒が飲めます。で、お酒に合うような料理がいっぱいあるんですけども、はい、今ねこちらに飲み物作ってもらってます。カクテルですね。で今日食べるメニューがですね、超激辛チキンレッグなんですけれども、12分以内に食べると T シャツをもらえるというチャレンジがあったそうなんですけれども、なんか今日来たらなんかそれがなくなってたんですけれども、同じメニューは食べられることができるので、今日は全く一緒のものを、まあ、一応ね12分以内で食べきりたいかなと思うんで非常に楽しみでございます。わー、美味しい。まあね、インドはね本当に気温が高いですから、こういったねこう爽やかなフルーティーなドリンクが体の中を潤します。オーケー、ベリースパイス。うわー辛そうだね。うん、あ、すごい、結構鼻をこう突き刺すような香りですけども、辛さはどうなのかな。一応スイサイドっていうメニュー、これ自殺って意味なのかな、よく、まあ、だからお前食ったら自殺するよみたいな、死んじゃうよみたいな感じのメニューなんで、早速食べていきたいと思います。はい、よーいスタート。いただきます。ちょっとまずはこっちのこれからいくか。うん、うん、うん、じゃこれにつけてディップ。うん、まだ大丈夫、まだ大丈夫。うん、じわじわきますね。あのちょっとジョロキアっぽい感じの、あの苦味もなんか感じる。うん、うん、まあ辛いね。こう本数を重ねるたびに結構辛くなってきますね。ちょっと辛いからやっぱね、ちょっと甘い系のカクテルとか飲みたくなっちゃうような。デリシャス。グッド。イエスグッド。ベリースパイス。ワオ。ベリースパイス。うん。はい、ごめんなさい、余裕だったね、汗いっぱいかいてるけど。じゃあね、チキンリングレッグ食べたんですけども、まあせっかくだからね、このビリヤニサクッと紹介していきたいと思います。はい、せっかくから食べていきます。いただきます。こう特徴的に、ね、ご飯がちょっと細長いインディカ米っていうのかな、わかんないですけども、いただきます。おお、香辛料たっぷりの炊き込みご飯ですね、もう完全に。なんかね、これ細い米がね、パラパラしててね、あの非常にこうちょっと軽い味わいですね、軽い、ライトな感じ。うん、はい、今回はね、2種類のインドのスパイシーな料理を紹介させていただきましたけれども、さあ、こんな感じでね、インドの辛い料理をいっぱい紹介していきますんで、よし、じゃあ次行きましょう。レッツゴー。カップヌードル紹介していきたいと思います。さあ皆さん、このカップヌードルよく目にする機会があると思いますけれども、なんとこの日清のこのカップヌードル、世界で400億食も販売され、なんと海外80カ国で販売されている世界に誇る日本の発明品といっても過言ではない、この日清のカップヌードル、シンガポール、マレーシアでもそこでしか食べれない限定品がありましたけども、ここインドでもインド限定のカップヌードルあります。
取ってきた場所はですね、インドのなんか2大スーパーがあるんですけども、まあ、日本でいう、まあ、ライフとか、オーゼクとか、まあ、そういった感じの、まあ、インドにもね、そういったスーパーがあるんですけども、なんか、インドで1位、2位を争うスーパーで、販売されたものをちょっと買ってきました。今回ね、4種類食べさせていただきます。それではね、早速、食べたいんでね、準備していきたいと思います。ナマステ。わー、いい匂いがする。美味しそう。いい匂いだ。デライトっていうぐらいなんで、ちょっとこう軽めな感じですね。トマトスープっぽい味わいがするんで、非常にね、こう軽く食べられる感じですね。まあ女性とか好きそうな、味わいですけど。はい、続いてじゃあこちら行きましょう。マンチョースープとはですね、インドで人気のインド風中華料理スープの、ことを言うんですけれども、これやけに香ばしいなと思ったら、これ醤油ベースのスープにニンニクを効かしてるんでね、香りがね、食べる前から香ばしい香りが漂ってますね。じゃあいただきます。先ほどちょっとデライトなんで軽めだったんですけど、こっちはチリペッパーとかニンニク、ガーリックとか、いろいろこう入っていますけれども、非常にね、パンチが効いてます。これで、スープのベースはこれ醤油ベースなんで、非常にこう日本人も好きそうな味だなと思いますけどね、マンチョビ。ちょっとピリッとするぐらいですね。三つ目、インドで一番売れてる日清のカップヌードルのマサラでございます。マサラはこれインド料理の定番のミックススパイス、マサラのことを言ってるんで、もうインドの定番なんで、なんだろう、もう定番中の定番なんで、インド人にめちゃくちゃ人気のマサラ味なんですけど、どんな味がするか楽しみですね。まあ、一応ね、こうチリペッパーとか入ってるんですけども、まあそんなにね、こう辛すぎるない。うん、カップヌードルにこうなんか緑のマークいっぱいついてますよね。これ3つ、このマークはですね、ベジタリアンですよというメニューでして、唯一このチキンカレー、色がちょっとこう赤っぽい、まあ、茶色っぽいなってますけども、これがノンベジタブル、要はお肉が入ってますよっていうメニューなんですけども、結構スパイシーだね。どうだろう、辛さ的に言うと多分これが一番スパイシーかな。2番目、3番目、4番目かな。これは完全にイタリアントマト、ちょっとピリッとしたカレー、これはニンニクの効いたちょっとチリペッパー、醤油チキンベースのラーメンで、これはスパイシーなチキンカレー、まあ、この2つが僕はね、結構美味しかったかなと思います。女性におすすめ、これはインド人におすすめ。はい、ということで、皆さんはどのカップヌードルを食べたいですか？ぜひインドに来た際はこの4つのカップヌードル、ぜひ食べてみてはいかがでしょうか。そして次はヒンドゥー教の聖地ガンジス川があるバラナシへ行っていきたいと思います。なんか勝手に耳かきやられてる。耳かきでやること、耳かき。Good? Very good. Smart.What do you mean? To go Varanasi? Ah. Okay. Wow. Long passing. Huh? Passing. Passing? Varanasi Gari Mumne, Banaras. Varanasi. Gangara. Gangara. Maker time. Maker time. Maker time. Now.ちょっとリクシャーに乗りました。はい、友達のジョン君も一緒です。朝飯はこれなんかとこ、なんかパンみたいな、一人30ルピーらしいです。カレーみたいなのにつけて食べます。じゃじゃん、うん、おいしい。ハムラリ。じゃあ、食べに行かないといいかもね。
はい、今日泊まるホステルに到着しました。約1泊500円で泊まれるホステルなんですけども、まあね、割と綺麗なところなんですけども、まあ安いに割には、はい、これはトイレですね。トイレとシャワーがついてます。で、僕の部屋がこの107号室なんですけれども、なんかね、一人の方が住んでます。で、ここエアコンなくて、扇風機だけですね。で、鍵しないと持って帰れちゃうんで、こんな感じです。僕のベッドがこれです。 No problem, brother. Okay. I also went to Russia one time. Okay. You want Marlboro, na? Marlboro? Marlboro. なんかお店でご飯をテイクアウトしてくれたみたいで、多分この人の家でなんか飯食うことになりました。はい。ストロングをごちそうになりました。 You are from which country? Japan. Japan? Yeah. Cheers. 乾杯。乾杯。ご飯を食べることになりました。これからね、ちょっとバラなしの辛いものを食べに行こうかなと思うんですけど、昨日出会った、韓国人のジョーン君がね、ちょっと近くまで来てくれということで、今回も撮影手伝ってくれということでね、ちょっと迎えに行っていきたいと思います。やまーえい、ジョーン、えい、はい、わーはー、OK。 Are you hungryなんかいっぱいついてきちゃった。ここが閉まってたみたいで、残念ながらちょっと違うところに移動したいかと思います。地元の人がおすすめの辛い料理を紹介してくれています。3人乗りでバイクで送ってくれることになりました。中華料理屋ということで、あとそれ以外もちょっとインドっぽい料理があると思うんですけども、ここが辛いということで、早速ジョーン君と一緒に中に入っていきましょう。レッツゴー。Oh. Hi. This is number one, number two. Dragon Pony. Dragon Pony? Yes. Yeah, okay. This one. Dragon Pony. はい、こちらドラゴンパニアっていうね、なんか辛い料理らしいんですけれども、なんかいろいろこう玉ねぎとか、唐辛子、あとなんかこうチーズみたいなこと言ってたんですけれども、美味しそうですね。非常にいい匂いがします。で、こちらソースをつけて食べるみたいなんですけど、こちらがチリソース、こちらがトマトソースということで、豆腐みたいな。いただきます。チリソースをちょっとかけたいと思います。酸っぱ辛いみたいな、ぐわっとちょっと辛さレベルがありますけど、うん、チリソースに挑戦してます、ジョン君。スパイシー、豆腐。確かにこの地元の人がこうおすすめするぐらいですから、結構辛いですね。うん。青唐辛子が入ってるんで、鋭い辛みがうわーっと口の中にやってきます。うん。激辛ですね。激辛。ああ。激辛。めっちゃうなってるやん。激辛です。刻んだ青唐辛子がこう入ってるんで、すごい辛そうですけど、ガーリックチリライス、いただきます。うん、青唐辛子なんで、ジョン君食べ。 You wanna eat?Green pepper. Oh, yeah. Yeah. Yes. I'm okay. Mm.ごちそうさまでした。
ニューデリーとバラナシで動画を送り届けましたけれども、ジョーンくんありがとうございました。ありがとうございました。ジョーンくんありがとう。ジョーンくんありがとう。ありがとうございました。わあ、デバなにこれ、これいってみましょうか。スパイシーマックス、いや、マックスチキン、スパイシーマックスチキン、痛い痛い痛い、バカ野郎。